はい、どうも全力反響 YouTuber の B モールです。皆さん不安になりますよね。何かね、そのある物事がうまく進みすぎてると、人生がうまく進みてると、ちょっとふと不安になったりしません？なんかすごいあるじゃないですか、自分の調子いい時ってね。うん、そういう時にちょっとなんかこのままでいいのかなみたいな、いつか次何かその落とし穴が来るのじゃないかなっていうね。うん、絶対このまま行くはずないんだけどもなと、もう調子に乗ってはいけないとね。うん、そう思う自分も多分いると思うんですよ。うん。これまさしくこう、今のオリックス。この調子が良すぎてさ、もう昨日の勝ち方なんかもうできすぎたわけじゃないですか。吉野部選手に二桁勝利をね、さよなら平良選手がつけるという。できすぎなんですよ。こんなできすぎのことが、できすぎくんがもう永遠に続くわけがないんですよ、正直。と思ってたんですよ、僕は。しかし今日の試合。うん。まあ、あの女、宮城選手、11勝目をかけてマウンド、無援護でした。うん。宮城選手は本当にまあ、1回、2回ちょっと粘られてね、球数多かったんですけど、3回以降はもう省エネピッチングにしっかりと切り替えて、もうこれも19歳のピッチングないと思ったんですけど、うん。まあ、老練なピッチングで、もう虫ゼロの山を築いていくと。打線の方はこれ、今井選手がもうかなり良かった今日。うん。今井選手の球に、特に右バッターはもう手も足も出ず、うん。外角のストレート、スライダー、もう杉本選手なんかもくるくるでしたよ。あの杉本選手が。今回まで1本しかヒット出てませんでした。うん。ほらなと。そんなうまいこと、行くはずがないんだって、すべて物事がね。うん。ほら、今日無援護。今まで10勝1敗ともう無類の勝ち運を誇って、宮城選手ですら、今日無援護。まあ、そんなうまいこと行くはずないよ。どこかで落とし穴あるなと。うん。もう割り切ってね、見ようと思いました。しかし、これ宮城選手の頑張りに、この打線がもう今正直です。頑張った人にはしっかりと報いを入れるこの打線。うん、正直です、打線は。6回もうあれだけ合ってなかった、序盤合ってなかった杉本選手が、今井選手からセンター前ヒット。打率0割台のあの相性の今井選手からセンター前ヒット。これで急にチームに活気がついたかと。チーム2本目のヒットです。これ続く。来ました。おいてぃ！ていう話が今井選手の、たまに唯一当てた時の過言ではない。T 岡田選手が、ライトに大飛球、あわやホームランのフェンス直撃、先制のタイムリーヒット、おいてぃ食べろー、すげえ、こんなことあるんだっていうね。頑張った人にはしっかりと報いを入れる。このホワイトっぷり、ホワイト企業、オリックスバファローズ。もう正直です。昨日は山本由伸選手が最後の最後までしっかり頑張って、はい、よくできましたと。打線の平選手からのこのサヨナラ、正直ですよ、ホワイト。そして宮城選手は7回までしっかりと投げ、7回無失点。で8回、これヒギンス選手が登板してきて、ヒギンス選手がまた劇場。うん、まあ本当にもう満塁まで行ったんですけども、最後山川選手をしっかりとフライに抑えて0点。はい、またエンターテイメントしました。中辻がエンターテイメント、しかし0を抑えました。はい、打線よくできましたと、満塁チャンスを作って、これまたおいてぃ気迫の押し出しでドールで2点目追加です。 T 岡田選手今日2打点。そして最後平野選手がマウンドに上がったわけですけど、平野選手今日はもう難なくね、もう3人でピシャッと、しかしただ3人で抑えただけではありません。ただの三者凡退ではありません。これ2アウト目ですね。これ平野選手なんとライトに打球を飛ばされました。岸選手にライトに飛んだぞ。さあ、誰が行くのだ。そこにふと定位置に着いたのが、シューチェル後藤俊太選手が、ライトに飛んだ球を、難なく、キャッチして、ツーアウト。はい。シュンチェルです。シュンチェルのおかげです。このシュンチェルの活躍もあって、9回0に抑えました。これで2対0。4連勝。今季最多貯金、12。こんなうまくいき続けることあるのか、本当に。信じていいんか、本当にこれ優勝。これ今日守備でもこれ内野陣がこれ活躍光ったんですよ。シュンチェルだけじゃなくてね。サードの宗選手。そして、ショートの紅林選手も一個いいプレーありました。これギボ選手もこれグラウンドに3人ぐらいいるんじゃないかってぐらいもう、どこにでもいたんですけど。うんで、ファーストの T 岡田選手もバンバンの球を救ってました。しっかりとアウトにしてました。鉄壁すぎる。うん、内野これだけ鉄壁でね。で、最後9回守備固め外連シュンチェルが入ってくるんですよ。うん。これ投手陣も鉄壁、守備陣も鉄壁、野手陣も。絶好調。もう好きなし、資格なし。優勝や！
さん、奥さん、オリックス優勝なんですよ。騒がしてくださいよ。騒ぐ場所ないんですよ。カラオケも閉まって、騒がしてくれよ、優勝や。大阪在住25歳、全力絶叫系 YouTuber ビーモレル、食料オリックスファンということでね、まあ、これだけ優勝優勝叫んで、この伝説の優勝 T シャツもね、再販中です。期間限定です。はい、優勝やタオルも新発売ね。あの、仮に車の中であのマッチョマンしたとしても、最悪マッチョこの優勝やタオルが隠してくれるという超有能、どこでもマッチョマンできるという超有能タオルになってます。ぜひ皆さんリンクから飛べるんでよろしくお願いします。まあね、これ勝負はね、火曜日から、楽天3連戦、ソフトバンク3連戦、正直ここが山かなと思ってる。ここで一気にその勢いつけるようであれば、もう独走体制、逆に3立てとかされるようなことあれば、もう本当に分からなくなってくる。これ本当に火曜日からですよ。うん、明日はとりあえず幸也選手、うん、まあやってくれることでしょう。